能塩梅です。本日のテーマは賢い医師のかかり方。皆さんは医療とは医師から一方的に受けるものって思っていませんか？とりあえず様子を見ましょうという医師の言葉にもやもやしながらも結局は受け身の姿勢のままってことありませんか？しかし患者自身が自分にとっての最良の医療は自分自身で賢く手に入れるものという発想を持つと、今よりももっと満足のいく治療を受けることができるようになるはずです。この動画では賢い医師のかかり方と患者の心得についてお話しします。転換のような慢性疾患のある方は病気とともに暮らしていくために賢い医師のかかり方を身につけてください。最後までこの動画をご視聴いただくことで、転換に限らず自分にとっての最善の医療を手に入れる方法をお伝えできると思っております。このチャンネルでは転換小話や転換の基礎知識などを紹介しています。毎週水曜日に新しい動画を投稿していますので、チャンネル登録お願いいたします。コメント欄に感想や質問を記載いただければ、動画でも回答していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まずは賢い医師のかかり方について3つのポイントをお話しします。1つ目のポイントは、医師や医療機関は使い分けること。医療機関との付き合い方には3段階あります。1段階目は何でも相談できる身近なかかりつけ医、2段階目は専門的な診療科に分かれている総合病院や専門科クリニック、3段階目は大学病院のような先進的で高度な検査や治療ができる専門医療機関。付き合い方のコツは、必要以上に義理立てせず、この3段階の医療機関を臨機応変に使い分けることです。例えば転換診療の場合であれば、転換かどうか判断がつかない段階であれば、まずは身近な医療機関へ行きましょう。気がかりな症状がある場合はかかりつけ医に相談してください。初めて全身痙攣のような大きな発作があった場合には迷わず救急病院へ行きましょう。そして転換が疑われる場合には、脳神経系の専門医のいる医療機関を紹介してもらいましょう。必要に応じて専門的な医療機関へ紹介することもかかりつけ医の重要な役割です。赤ちゃんや子供であれば小児科、中学生以上であれば神経内科、脳神経外科、精神科を紹介されます。転換の専門医資格のある医師に見てもらうのが理想ですが、専門医は全国で700人程度ですので、専門医不在の地域も少なくないのが実情です。専門医資格がなくても転換診療に詳しい医師もいますし、転換に詳しい医師でもそうでない医師でも転換診療ガイドラインに沿って診療を始めますので心配はありません。新しい抗転換薬では長期の服用における副作用をほとんど気にしなくてもいいものも登場していますので、安全に安心して治療を始めやすい時代になってきたと言えます。1年以上治療を続けていてもまだ発作が抑えられていない場合や、薬の副作用の心配がなくならない、悩みが解決できないという場合は見直しの段階に来ているということです。転換センターや大学病院の転換科など転換の専門医が常駐し、専門的な検査や外科治療に対応できる医療機関を紹介してもらいましょう。診断が確定して新たな治療方針が決まり、外科治療以外での治療であれば紹介元に戻って治療を継続していきます。高度な検査や治療ができる医療機関は多くありませんので、どうしても遠方まで通う必要が出てきてしまいます。転換治療は長期にわたりますので、治療の見通しの段階が終了したらご自分の近くの通院しやすい医療機関が良いでしょう。転換治療の主治医とかかりつけ医が異なる場合は、主治医からかかりつけ医に診断や治療の内容を伝えてもらいましょう。経過が良好であれば主治医の方針に沿った抗転換薬をかかりつけ医に処方してもらうことも可能です。ちなみに一足飛びに大学病院に行くことはお勧めしません。就職してから突然転換発作を起こした A さん、
かかりつけ医からこの地域の転換の権威である先生を紹介され、大学病院へ行ったところ主診から手術を勧められました。戸惑いながらも数ヶ月かけて検査を重ね、側頭葉転換だから手術がベストと言われました。よくわからないし不安なので医師にいろいろ質問しても話は噛み合わず、不安は増すばかり。淡々と手術に向けた検査がされ、十分なカウンセリングもなく進んでいく診療に疑問が募るばかり。とりあえず今は手術を見送りたい、もう少し様子を見てから考えたいと伝えたところ、手術をしないのであればよその病院でいいと転院を勧められたそうです。これは患者と医療機関のミスマッチングが起こした悲劇です。A さんからすれば患者の気持ちも考えない手術したがりの最低な医者にしか見えなかったのでしょう。おそらく担当された医師は脳神経外科医で転換手術の名医だったのでしょう。この先生のところへ紹介されてくるのは難治性転換で外科治療を行いたいという患者さんばかり。もっと早く先生のところに来て手術をしてもらえばよかったと毎日のように患者から言われているのです。手術をしないのであれば転院を勧めるというのは冷たいと感じるかもしれませんが、決しておかしな提案ではないのです。薬物療法による治療であれば脳外科の権威である医師が診療を続ける必要はありません。 A さんには転院してもらい、他に脳外科手術が必要な患者さんの診療に時間を当てた方がいいと判断しただけなのです。ただやはり説明不足で患者に寄り添った対応ではなかったのかもしれませんね。名医だと紹介された医師が自分にとっていい医師であるとは限りません。だからこそ患者が賢く医師にかかる必要があるのです。賢い医師のかかり方、2つ目のポイントはむやみに病院を変えないこと。好医は名医という言葉知ってますか？同じ患者さんを見るなら後から見た方が名医になれるという意味です。病気は病状が出始めたばかりの時は典型的な病状が揃わないことが多いものです。まずはよく見かける頻度の高い病気を考えて治療を始めます。そのうち病気が進んでくると症状がだんだん現れてきます。最初の医者が出した薬が効かなかったことも大きな情報になります。2番目に見る医者は診断の材料が増えています。3番目に見る医者はもっと増えていることでしょう。こうして好医は名医になるのです。でも実はこれ1番目の医師だけにずっとかかっていても結果的には3番目の医師と同じ結果になるんです。患者が結果を焦るあまり病院を渡り歩いているだけなんですよね。最初のお薬で良くならないとあの医者はやぶだと思って別のクリニックに行ってしまう人が意外と多いそうです。信頼できる医者を求めて病院を渡り歩くドクターショッピングはお金の無駄だけではなくって治療の遅れにもつながります。前の医師の診断情報が正しく共有されなければ正しい診断になかなかたどり着けません。むやみに病院を変えないことが賢い医師のかかり方なのです。無論相性もありますので主治医を変えることを我慢する必要はありません。この点については主治医を変えたいリスクと注意点と伝え方の動画をご覧ください。賢い医師のかかり方、3つ目のポイントは患者自身が正しい病気の知識を身につけること。治療の鍵は患者さん自身が誰よりも自分の病気に詳しくなることです。特に転換のような慢性疾患は生涯にわたり付き合っていく必要のある病気です。信頼できる医師に出会ったとしても外来日に合わせて仕事が休めなかったり医師が転勤したりご高齢でリタイアしたり長い人生の中では自分が転居せざるを得なかったり仕事が変わったりと一生一人の医師とだけに付き合っていくことはできません。また転換を持つ人の悩みは一人の医師だけでは解決できないことも少なくありません。二人主治医制や一人の患者に二つの病院三人の医師をという言葉があります。治療がうまく進まないときは複数の医師の目が必要です。医師以外の医療職や福祉職教育職の方の
観察やアドバイスが治療のヒントになることもあります。治療方法やさまざまな制度は日進月歩で変化しています。自分の病気に関わる知識もアップデートしていきたいものです。次に患者として心得ておいた方が得なことについてお話します。とりあえず様子を見ましょう。これ医師の決まり文句ですよね。とりあえずってなんだよ、様子見って本当に大丈夫なの？不安になったり、どこか突き放されてるように感じたりしたことはありませんか？実はこれ、患者と医師との間に治療方針の捉え方にギャップがあるためなんです。様子を見るという言葉は、実は医師にとっては専門的な意味があります。決して何もしないで放置というわけではなく、経過観察をするという選択をした時に使う言葉です。時間が経たないとわからないことがあるので、その時々で判断して手を打っていきましょうという意味なのです。経過観察という治療方針が正確な診断に導いてくれることが医療には往々にしてあります。自然治癒力に勝るものはありません。あえて何も治療をしないという治療方針があることも理解する必要があります。何もしないで経過を観察するという判断ができるのは医療の専門家である医師だからです。とりあえず検査、とりあえず様子見、とりあえず薬、とりあえずとりあえずとりあえず、本当に医師からよく聞きますよね。とりあえずじゃなくって、ちゃんと本気出して治療してよ、大したことないと思ってるからとりあえずって言ってんじゃないの？そう思ってませんか？まず理解していただきたいのは、完璧な医師などいない、どんな医療にも完璧という言葉はないという事実です。そしてそれを一番理解しているのが医師なのです。医師は治療の最初のステップをとりあえずと言って開始します。治療はまず患者さんにとってある程度効果があり、かつ簡単な方法から行います。その後の経過を見ながら、良くならない方には別な治療法に変えていくわけです。転換の場合であれば、転換診療ガイドラインに沿って治療の最初のステップが選択されます。たとえ転換に詳しいと言われている有名な医師の診察を受けたとしても、それによってあなたの転換治療がうまく進むとは限りません。名医による薬の処方があっても発作が抑えられないということは十分にあります。逆に転換治療には不慣れな研修医がとりあえずと治療を開始したところ、発作がピタリと抑えられてしまうこともまたあるのです。医師がとりあえずを多用してしまうのは、まずは最初のステップ、効果が見られなければ次のステップという治療プロセスを見越しているからです。最初のステップで治療がうまくいくこともありますが、効果が見られないことも一つの重要な診断情報になります。経過に応じて治療を見直していくことは医師にとっては当たり前のことなのです。医師は神様でも占い師でもありませんし、病名を一発で当てることが仕事ではありませんよね。医師にとりあえずと言われたら、なるほど、最初のステップということですねと理解しましょう。かかりつけ医に専門家で治療してくださいと言われても、何でも見てくれると思ってたのにそんなに悪いんですかと落胆しないでください。かかりつけ医は患者さんを丸ごと見るのが最大の特徴です。専門家を紹介すると言われ、深刻な状態なのではないかと不安になる方もいるでしょう。しかし必要に応じて専門的な医療機関へ紹介することもかかりつけ医の重要な役割です。病状が落ち着けば、今後はかかりつけ医でこの薬をもらってくださいねとかかりつけ医の元に戻ってくることができますので、ご安心ください。この動画で私が皆さんにお伝えしたいことが3つあります。1つ目は、正しい診断には時間を要します。なぜならば、最初は患者からの情報が不足してるからです。正しい診断には患者からの様々な情報が不可欠です。とりあえずの診断が違っていたとしても、それは診断プロセスの一部なのです。神経内科の権威で
文化勲章も受章された東大名誉教授の沖中茂雄先生。1963年東大を退官する際の最終講義でこう述べました。私の誤診率は 14.2% である。医療関係者はその誤診率の低さに感動しましたが、世間一般の人々は逆に日本最高の名医でも 14% も誤診があるという事実に衝撃を受けたのです。この誤診率は内科臨床判断と病理解剖を比較したもので非常に厳格な判断基準を設けて分析されています。 14% の誤診率は医師たちからすれば画像診断をはじめとする診断技術の未熟な時代においてものすごく低い誤診率なのです。実は誤診率が低いのは名医だからという以外にも理由があります。名医と言われる医師のところにたどり着くまでにたくさんの情報が精査されて絞り込まれているからこその結果、段階を追って一つずつ選択肢を潰していった結果なのです。そしてその診断プロセスに重要な役割を果たすのが患者からのさまざまな情報です。患者からの情報あっての診断と治療なのです。2つ目は自分にとっての最善の医療を自分自身で賢く手に入れてください。最も重要なことは患者さん自身が誰よりも自分の病気に詳しくなること。自分の病気と自分の人生の専門家は自分自身です。3つ目は医療はチームで行われます。そして患者であるあなたもチーム医療の一員なのです。チーム医療では状況に応じてリーダーが変わります。診断や治療方針をリードしていくのは医師です。療養生活は患者であるあなたがリーダーなのです。賢い医師のかかり方とはあなたが職種や医療機関を超えたチーム医療の一員であると自覚することなのです。本日は賢い医師のかかり方についてお話ししました。この動画を見てためになったと思ったらツイッターやフェイスブックで拡散をお願いします。またチャンネル登録お願いいたします。コメント欄に感想や質問を記載いただければ動画でも回答していきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。本日のまとめ、1つ、正しい診断には時間を要する。患者からの情報提供あっての診断と治療。1つ、自分にとっての最善の医療を自分自身で賢く手に入れよう。1つ、患者もチーム医療の一員。療養生活のリーダーは患者自身。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。